の音が今年のここ旭川市に響き渡ります。今回で91回目を数える北海道音楽大行進、その歴史は古く昭和4年1929年に始まりました。当時は10団体およそ200人が参加したパレードだったとの記録が残っています。時を経た今、91回目の今回は87団体およそ2900人が素敵な音色を奏でてくれます。まもなく一般の部がスタートいたします。音楽大行進、一般の部の先頭を立てるのは橋の金魚号に起動した今津博介旭川市長です。今年101年目を迎えた旭川乗馬クラブで、馬術から乗馬まで何でもこなすオールマイティーな橋の金魚号を相棒に、今津市長が一般の部を先導します。今日の両サイド、向かって右側は旭川乗馬クラブ理事長の山崎あすかさんが6日号とともに、向かって左側は同じく旭川乗馬クラブインストラクターの大谷恵里子さんがラッシャーバー号と歩みを進めております。ぜひ皆さん手を振って応援してください。この方はどなたでも利用することができる施設です。馬の他にもアルパカをはじめて、キル、ウサギ、オルマット、ヤギ、キリ、ミニチュアカヌーなども展示しています。場内に設置されたヤシを無料であげるなどの知り合いができ、入場無料、見学のみも大歓迎です。13歳の馬たち、可愛い動物たちにもぜひ会いに来てください。続いて北海道政策音楽隊の皆さんです。北海道政策音楽隊は政策活動に対する道民の皆さんのご理解とご協力をいただくため、昭和31年に発足し、今年で67年になります。現在女性単位で構成されるカラーバー5体を含めた最長以下37名で編成され、道民と政策を結ぶ音の方たちとして道内各地において交通安全や防犯運動などの啓発活動を行われ、小中学校などでの音楽鑑賞会、福祉施設への訪問などの演奏活動を行っています。演奏する曲はファンファーレ M、ホットのユーズ、エルサッカン、スタンコーソケ、ウンバーカーギルです。Thank you.